キサラの盾ってあんなに大きいのに軽々と回してすげえよな。そうか、見た目ほど重くないんだが。でもあれで守られるとすごく安心感あるよ。守るか、思えば私はずっと守ることに身を捧げてきた気がする。この衛兵になる前からだ。だからお前たちを守るのも私にとってはある意味自然なことなんだ。私は別に必要ないわ。頼むつもりもない。それで構わない。私が守るのは頼まれるからじゃない、守るべきだと思うから守るんだ。あなたもです、ティオハリム。私も。あなたの目的は私のそれと重なります。なら、それは私にとって守る価値があるものです。俺も守られっぱなしになる気はないが、気にかけてくれるのはありがたい。改めてよろしく頼む、キサラ。ああ、任せてくれ。結局ケルザレクは何がしたかったのかしら。何って、そりゃ自分は玉座でふんぞり返って部下にティオハリームを始末させる気だったんだろ。スルドに挑んでも勝ち目がないことくらい分かっていたはずよ。彼は立てこもったりせずにさっさと逃げ出すべきだった。逃げ切れないと思ったんじゃないか。結局は同じことになったが。やけくそになっての一か八かってか。考えようによっては彼もまた私の犠牲者かもしれん。あ？スルドブリガはレナの至上命題。私はそれを拒否したのだ。彼にとってはそれがひどく衝撃だったのだろう。序列に背いてまで反旗を翻すことを決意させるほどに。何度も言うが、メナンシアの共存はあんたのその拒否があったからこそじゃないか。理念あってのことではない。誇れるようなものではないのだ。泣き言なら他でやってもらいたいわ。行動すると決めたそばから。シオン。いや、彼女の言う通りだ。この話はもうやめにしよう。五両もいよいよ四つ目ね。次はどんなスルドが待ち受けてる。問題なさそうな相手だ。終わりのかな。マグナレイ。やれろ。超遠慮だ。やれるよ。ここだ。じゃあ切り裂きましょう。こちらの方が馴染んでいてな。さて、今日の献立はどうするか。
悪くなかったわ。そうかもね。これは？森もにぎわってきたかな。ここは抜かせ。攻撃に出る。相手は炎よ。この風で足を止める。交流連合と調べて。突進は私が止める。お願い。拾ったぞ。魚影、今見こんなところに池があるんだな。ああ、タルカ池だ。昔随分と世話になった。世話に？子供の頃の私はこの池のおかげで生き延びたようなものなんだ。泳ぐには不向きだが、魚がとても豊富でな。よくレナ兵の目を盗んで釣りに来た。あの頃は満足に配給も受けられなかったからな。自分で何とかするか飢え死にするしかなかった。魚って手で捕まえるのか？それは難しいぞ。魚はすばしっこいからな。糸に餌やルアーをつけて竿から垂らすんだ。あまり釣りは馴染みがないか。せっかくだ、見せてやろう。どこに投げるかな。気が良さそうだ。
釣れるとは。さすがに食べきれるかしら。と。釣り上げたぞ、大物だ。こりゃ食い出がありそうだぜ。と、こんな具合だ。はあ、なかなか神経を使うものなんだな。俺には向いてなさそうだ。キサラ、もういいんじゃ。ああ、すまない、つい没頭してしまうな。時間もかかりそうね。獲物がかかるのを待ち、そこからの勝負だからな。兄さんに聞いた話だと、地域が違えば住む魚も違う。相手に合わせた竿やルアーの選定が大事だそうだ。大事って言われてもね。もちろん魚によって味も違うだろうな。中にはとてつもなくうまい大物もいるとか。なるほど、試してみる価値はありそうね。食べることに釣られた。実はそれも少し楽しみでな。こうして兄さんの竿を持ってきてしまった。もちろん時間のある時で構わない。魚が取りたかったら寄ってくれ。ああ、分かったよ。おう。改めて治癒術とはすごいものだな。褒めても何もで。なあ、うん、あの二人さっきからずっと一言も口を聞いてないぜ。やっぱり気まずいんじゃない？三木浦のこととかいろいろあったし。気まずいな、こっちだっての。この空気いつまで続くんだ？そう思うなら行ってみればいいじゃない。俺がかよ。なぜ並んで歩くの？単刀直入に行きやがった。私とキサラのことかね。気づいてなかったの？ウィスキントを出てからほとんどそうだったわ。習慣だろうな。いつでも守れるようにそばに立つ。
そういう日常だった。近衛兵だったな。けどデュオハリムなら自分の身くらい守れるんじゃないのか。護衛とは必ずしも対象が弱いから行うわけではないんだ。とはいえ彼らの指摘も最もではある。私はもう君の主ではないのだから。それが習慣で本人が違和感ないって言うなら別にそのままでもいいんじゃねえのか。でも使えてないのに護衛するなんてなんか変だよ。そうだな、いろいろなことが変わってしまった。ならば新しい状況にふさわしい関係というものもあるのだろう。少し考えてみたい。構いませんか。もちろんだ。だからそうやっていちいち許可を求めるのが変なんだってば。やはりどうしても習慣になっているのだな。少し気長に見てもらえるとありがたい。時々敵にもあなたのように寸出のところでこちらの攻撃を見切って避けるのがいますね。厄介だよな。あっちが攻撃してきた時に打ち込めば当たるけど、そうじゃないと大抵避けられちまう。避けられないようにしたいということなら手がないでもない。見切り合戦でもするのか。私は少しばかり地に属するものを従えることができる。大地を覆い根を張る者たち、彼らが速やかに敵の足を縛り砕くだろう。あ、地面から植物を生やして敵を絡め取るということだと思う。多分よくわかるな。けど避けるやつが出たらとにかくティオハリムを頼れってことだな。承知した。微力を尽くそう。なんだ、ジロジロ見て。キサラの鎧は近衛の制服なのよね。そうだな。自分用にいろいろと調整してあるが。背中大胆ね。近衛たる者、決して敵に背は見せんという覚悟の表れだ。その分軽いし手入れも楽だしな。デュオハリムはどう思ってるの。服装についてはおのおのに任せている。ローは？え、なんで俺に聞くんだよ。うん、見た目も味もバッチリだ。キサラ、少し話をしたい。盾の手入れか、慣れたもんだな。近衛兵になったばかりの頃兄さんに仕込まれた。それからずっと習慣になっている。キサラと話すといつもミキウダの話が出てくるな。他に身寄りもない二人きりの兄弟だからな。
兄さんは私の目標で、憧れで、理想だった。この衛兵団に入った時もラギルはいい顔をしなかったが、兄さんは歓迎してくれた。ラギル、確か僅差の猫で未球団の副官を務めていたよな。そうだ。頭が切れる上に現実的、夢見がちな私とは正反対だな。キサラは理想を信じているだけだろ。実を言えばそれも兄さんの影響でな。兄さんはいつも私が笑顔でいられるように工夫してくれた。妹思いだったんだな。それだけじゃない。兄さんは私や周囲の手本であるためにいつだって努力を惜しまなかった。私が眠ったと思って家を抜け出し、町外れで体を鍛えていたこともあった。よく知っているんだな。寝たふりをして後をつけたからな。ええ。いい機会だ。今日は兄さんがどれだけ努力の人だったか聞かせてやろう。長い話になりそうだ。見張りは任せておけ。忘れ物はないか？雰囲気が変わった。油断するな。そういえばお前たちはコアをつけていないのだな。俺は親が二人とも抵抗組織の人間だったからな。生まれたこと自体レナには内緒だった。私もずっと隠れて暮らしてきたから最初からコアは埋め込まれてないよ。アルフェンはカラグリアにいた時はどうしていたのだ？俺はよくわからないんだ。周りは皆埋め込まれていたのに俺だけ違った。仮面のことといい、レナ兵の注意を引かないようにずいぶん周りから注意されたよ。そういうキサラはどうしたんだ？まだつけたままなのか？いや、共存派のレナ人に腕のいい医師がいてな、ビスキントを立つ前に外した。おかげで傷も残らなかった。それも共存の成果か。修練期は止まったし急ぐ理由はなかった。だがやはりレナに仕える者の印という気がしてな。変に思われるかもしれないが、今の私はただの私、この衛兵でも奴隷でもない。そこから始めたかったんだ。それにしても険しい道だな。少しは整備しようと思わないもんか。もともと利用するものも機械も限られているからな。それにもし整備するとなれば大勢の奴隷が駆り出されることになるぞ。何かを求めるなら誰かがそのための苦労を担わなければならない。誰もそれを引き受けないなら誰も何も得られない。ずっと作るのがダナで使うのがレナが当たり前だったもんな。なるほど。必要とするものが自ら作る、本来そうあるべきだということですね。とはいえここのように危険を伴う場合もある。成果だけに預かりたいと願う者は多かろう。誰かが代わりに何とかしてくれるのを待つということですか？その間の不便に耐えながら。そうだ。そして耐えきれなくなった者が行動を起こす。私が言うのもなんだが、君たちダナの放棄にも通じる話かもしれないな。確かにカラグリアでも大半のダナ人はただじっと耐えるだけだった。だからといってそれを責めることは。何引きつった顔して、もうへばったの？いや、うっかり愚痴の一つも言えやしないと思ってさ。Yeah.
シオンの力はすごいな。ふるったのはあなたよ。よし。私の術からは逃れられんぞ。動きが鈍ればこっちのものだ。動きを封じてやろう。任せたまえ。動きを封じてやろう。流星人我が術で貴様の収束を封じよう。いや、縛ると言った方が正しい。いいから早くして。行くわよ。やれるぞ。終わりだ。私の手が必要か。なかなか面白い技を持ってるんだな。助かったよ。早速お役に立てて何よりだ。おや、どうした？どうやら思わぬ収穫のようだ。なんだそのガラクタ。ガラクタとはご挨拶だ。このような造形今までに見たことがない。リメル、気になるのか？あれ、古いダナの遺物じゃないかな。レナが攻めてきたせいで消えてしまったたくさんのもののその名残。それをレナの私が手にしている。君にしてみれば不本意か。別に、ただレナでもなきゃかまけてる贅沢許されないってだけ。ティオハリムも興味があるのか。惹かれると言った方がいいだろうな。作ったものの思い、辿った歴史、それを感じさせるものが好きでね。だがレナにはそうした古いものがあまり残っていないのだ。何が面白いんだか俺にはさっぱりだ。どうして？私たちの文化の遺産なんだよ。んなこと言われたってよ。これが何の役に立つってわけでもないだろう。そうでもない。こうして手にしていると、遥か過ぎ去りし古代への思いに胸が熱くなる。そういうものか。まあダナの遺産らしいし、粗末にはしないでくれよ。言われるまでもない。不思議な力を感じるな。厳しい戦いだったね。
しばらく見通しが悪い道は続く。不意打ちに気をつけたまえ。やけに詳しいんだな、スルドなのに。こんなとこまで出歩いたりするのか。一人になりたいと、散歩がてらにね。何も言わずにいなくなるのはやめていただきたかったです。面倒そうな相手が終わりだ。炎の反撃を行わない。準備完了。氷の槍を飛んでいる相手なら山の道だからな。慣れてないときついはずだ。そういうキサラは慣れっこなの？ああ、訓練でよく駆け上がったり降りたりしてた。さすが軍人。雑魚には負けねえって。やめろ！
滅のバーンストライク光を貫け。この頃ついているみたいだ。そうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。どうも全然だ。撃ち抜いてやろうか。上半身からジューンとしたぜ。ジューンとしたぜ。ローションを休む。行くわよ。宿ってさらに行くわ。巻き込め。全然キャッチングの指示を行くぜ。交流行けるぞ。これで終わりだ。どの調子で続けなさい。死ぬぜ。言いたいことで灼熱のバーンストライク。頼りにさせてもらうぞ。頑張るね。やってやる。その日そうね。強そうな武具だね。昔の人。さあ行くぞ。
音響出すまでもなかったな。ちょっとした強行軍だな。安心したまえ。ここが峠だ。この先は下りになる。ってことはここから先が見える。こいつは骨が折れそうだ。協力して戦うぞ。あまり回復はできないわ。マジか、慎重に行かねえと。なんだここ、昔の家かなんかか。そうだ。交流連歌さん。
力が手に入ったな。テュオハリムとどう向き合うかを考えているのか。そのことだが、やはりこれまでのように接しようと思う。いや、家来として使えるという意味ではない。あの人を一人の仲間として考えた上での話だ。私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた。だが仲間もまた守り支え合うものだろう。結果的にやることは同じか。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないが、お前たちとどう付き合っていくかについても考えていた。俺たちと？私のこの旅の目的はメナンシアの外敵を取り除くこと、そして外の世界で得た知見を持ち帰り役立てることだ。そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ。戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。と、悪い。なんか妙に腹が減っちまってさ。そういえば、お前たちは野外での食事はどうしているのだ？どうって、適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど、偏ってるのだな。まあ好きなものを食べがちではあるかな。わかった。お前たちが健康でいられるよう私が面倒見よう。こう見えても料理の心得はある。だってよかったね、ロウ。何か？いや、あんたの方は何か思うところはあったかと思っただけさ。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕は当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。リンウェル、それは心配せずとも戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上、互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだから。
考え込んだりして何か問題事か。いや、君たちの礼儀作法についてな。礼儀作法。ああ、率直に言って君たちの不作法ぶりはいささか目に余る。率直すぎるだろ。っていうかそれ今必要な話かよ。私からすると不作法は目にするだけで落ち着かない気分になるのだ。そう言われても奴隷の身じゃ身につける機会なんてなかったしな。ああそうそう、こちとら生き抜くので精一杯だったんだ。君らと同じダナ人でもキサラは一通り習得している。この衛兵として学ぶ機会と必要がありましたから。こう言ってはなんですが、メナンシアはかなり特殊だと思います。俺もメナンシアを基準にするのはどうかと思う。そうだそうだ、他の国のレナの支配体制も考慮しろよな。うん、確かに君たちの言い分に理があるな。対等を装いながら私はどうやら無意識に君たちを見下していたらしい。いや、そこまで固い話をしているわけじゃん。以後は気をつけるとしよう。それはそれとして、礼儀作法を覚えるのは悪い話ではない。よければ野営の最中に基本だけでも教えよう。遠慮しておくよ、堅苦しいのは性に合わないんだ。そうか、君はどうだロー。まずはこの意識を改めるところから始めないとダメか。諦めないのですね。みんな、ちょっと待ってくれ。どうした？まだいけるぜ。鎧が重いんだ、少し休みたい。わかった、私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ、キサラまで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサイルの主婦リズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても他のものを煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。ああもう、俺が休みたいんだ。それでいいだろう。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。探したぞ。お前は。あいつ。何者だ。探したと言ったな、俺のことか。うましき命。何？求めるはそれのみ。なぜだ、なぜ戦う。お前は誰なんだ。
シオン、おい、シオン。ガルフ。シオン。掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫。大丈夫だから。なんとか急所外れたみたい。急所って、そんな、どう見たってさっきは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある。お前は違う。違わないわ。それに私は何でもないわ。ただありがとう。俺は何も。まあいいさ、無事ならそれで。アルフェン。いや、ねえ、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？それが賢明だな、シオン。本当に大丈夫か？シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ、治癒術もかけたし、傷跡も残ってないわ。けど剣があんなに深く刺さって。
本当に大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど、本当大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、あれは何だったのだ？光？わからない。俺はただ無我夢中で。考えてみれば、炎の剣のことといい、何者なのだ君は。リンウェルのようなダナの精霊術使いなのか？アルフェンは記憶がないんですよ、テュオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな、失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。なあ、さっきの戦いで受けた傷、もういいのか？ええ、この通り大丈夫よ。厳しいと思ったら後ろに下がってくれ。殴り合いならこっちで引き受ける。守られるために一緒にいるわけじゃないわ。そうは言ったって、得て増えてってもんがあるだろう。私が痩せ我慢しているようにでも見える？俺は痛みを感じない。でもシオンは違うだろ。気遣いは感謝するわ。でもあなただって不覚を取ることはあるはずよ。私だけ過剰に扱うのはお願い、やめて。違うんだ、俺はただ。すれば何倍もの力になるわ。加減を見誤った。これぐらいの相手なら問題ないな。
上出来ね。大きな塔。ここなら二滝できそうだな。
装備は見直したか。武器を磨いておくか。予備の装具が汚れていたので磨いておきました。それと武具も。ああ、助かる、キサラ。なんかキサラ、なんだかんだ言いつつディオハリムの面倒を見ていない。やっぱりなかなか仕えていた時の感覚が抜けないのか。そういうつもりはないのだがな。それに別にあの人のことだけではないぞ。ほらロ、お前の服、穴が開いていたのを繕っておいた。悪い。ひょっとして世話を焼くのが好きなのか。好きというか、していないと落ち着かないんだ。私にとってはそうするのが自然なんだと思う。昔は兄さんと年下の子たちの面倒をよく見たものだ。兄さんは何でも教えてくれた。野草の美味しい料理の仕方、服を長持ちさせる縫い方、何でも。あなたももう鋭でないと言うなら、当然のように世話されるのは改めるべきじゃないの。面目ない。私もそうされることに何の疑問も抱いてこなかった。ずっと鋭として同じレナ人に、レナ人としてダナ人に仕えられて当然だと思ってきた。まあレナ人だもんな。けど俺たちはあんたに仕えてなんかないぜ。それでいい。君たちの態度に接するたびに私は内心の戸惑いに直面することになるのだから。戸惑い？私が真の理想から共存を言い出したわけではなかったのを思い出してもらいたいな。戸惑いは私にその都度何のために戦うのかを思い出させてくれるだろう。心配しなくても、いきなり放り出したりはしませんから。なんだか部下っていうより母親みたいだな。よし、これを食べればどんな疲れも吹き飛ぶぞ。キサラ、少し話をしたい。この前は昔話に付き合わせて悪かったな。いいさ、あれはあれで楽しかった。そう言ってもらえるとありがたい。兄さんのことになるとつい歯止めが効かなくなるらしくてな。その点は納得だな。けど別に気にするほどでもないさ。うん。なあアルフェン、子供の頃自分より幼い子を葬ったことはあるか。どうだったかな。キサラはあるんだな。前のスルドの時代にな。あの頃は地獄だった。私はあの時代に戻るのが怖かったのかもしれない。だから兄さんが伝えようとすることから目を背けた。実のない理想を守ろうとして一番大事なものを疑ったんだ。私にはあの人
ティオハリムを責める資格はない。ただ認めたくなくて押し付けようとしただけなんだ。キサラもティオハリムもメナンシアでのことをまるで失敗のように言うことがあるが、300年続いた支配を塗り替えようというんだ。たかが5年で答えを出そうとする方が無茶じゃないのか。そうか、メナンシア。いや、私は辛いものを見ることをやめたとき間違えたのかもしれないな。見張りは任せておけ。起きろ、そろそろ出発するぞ。こっちじゃないな。にぎわってきたかな。おう、やあ。やれやれ。おい、いいぞ。償いか何かのつもり？解放の後なんて考えてなかったからな。この手の話に付き合うのは。いい感じだ。武器作れんじゃね。
しかない。次はそっちを手伝うぞ。ありがとう、お願い。さて、今日の献立はどうするか。おう、ほろほろ、はわ、ほろほろ、おう、ほろほろ、ぐる。森もにぎわってきたかな。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。サクッと蹴散らしてやら。終わった。片付いてから残りは俺に任せろ。よう、急に元気出てきたね。相手にならないわね。相手にしなきゃいいのに。近づかせないよ。殴らない。大した腕だ。ジルファにも言われたことがあった。見たか。見てたでしょ、キサラの背中。見てるし。下で休めそうね。装備は見直したか。うん。どんな出会いが。ズーグルだろう。いや、その、もっと先の。やってやる。いや、もうあれ好きだろ。俺いつの間にか言うた。これが俺たち戦友の力だ。戦友ね。なんか文句あるの。私強くなったかも。ジルは隠れてて。終わりだ。ジルファにも言われたことがあったわ。拾ったやつで武器作れんじゃね。やべえやべえやべえ。
うだね。見つけたぞ。あれが相手だな。やってもやっつけられそう。そこだって。ライナー人やめろ。どうしたのか。お前の分も引き受けるか。冗談。小物に時間はかけてられないわ。埋もれているのもあるが、一部は使えないこともないのか。ただズーグルを。払わないと住めないわね。それに見合うだけの場所かと言われると。ああ、すまない。ちくしょう。なあ、無駄足だったのに嬉しそうね。ああ、ジユーってやつが。少し分かった気がしたんだ。何でもいいけど、満足したなら先。これでどうだ。おお、どうかね。おお、ありがとう。静かだと思ったら。うん、どうだ。わかった。うん、目的地に着いたわよ。いたよ、頼まれてたやつが。問題なさそうな相手だ。ラブレード。いや、どうぞ。どうぞ。こっちの番だ。どこだ。行くわよ。あげろ。いいね。やれ。
イスをぶっ飛ばせばいいんだな。突破するぞ。終わりだ。ないから。ロンドセンス。変化じゃないわ。いけるぞ。状況が逆転したな。敵はわずか。押し切るわよ。この弾丸で。ハイトカツ。やらせじゃ。いくらでも相手になって任せてくれ。相手を寄せつけない。近づかれたくないから。同意ね。余裕の勝利だね。ここまでは無事につけたな。誰かが呼んでるような。俺たちに用があるのかもな。いや、うん、よっしゃ。よし、見覚えのある景色は安心するな。うん？さあ、目的地に着いたわよ。一通り聞いてもらったか。
ブレゴンに報告しよう。そうか、よし。ん？任せろ。こたびも刺激的な旅であった。そろそろ何か食べないと。あの男、ジルファの言葉が届いたんだな。あの時、ジルファが命がけで叫んだ会話あったんだ。他の…いや…さっさと片付けましょう。
新しい武具か。目的地に着いたわよ。そうか。うん。なあ。何かあったんだろうか。手に乗ってひとっ飛び。だったらよかったのに。装備は見直したか。天を仰ぎ地に抱かれて眠る。明日もよろしくな。よし、行こうか。
雰囲気が変わった。油断するな。教えてくれ。相手にならないわね。相手にしなきゃいいのに。向かってくるものはしょうがないでしょ。やってやれ。向きも持たずに動くことがあるな。あれでも必死なんだから。空に逃げても無理。やばいときは俺たちを頼れよな。戻れない力。好きで覚えたんじゃない。今日も俺の拳は絶好じゃ。炎の剣は無事か。濡れたくらいじゃ問題ないわよ。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。ないな。容赦しないわよ。行けぞ。俺を倒したのか。お前の分も引き受けるか。冗談。小物に時間はかけられないわ。精度が上がったわ。影も見誤った。決めて。
灼熱のバーンストライク。見事な蹴りだったわ。任せとけってんだ。使えそうな装備ね。よし。目的地に着いたわよ。感じるぞ、窮した民の思いを。私、おい、どうした？なんてこった。わかった。ズーグルどもはなんだって農具なんかにちょっかい出すんだ。さあな。とにかくこれ以上ひ…ん？いや。そうかもね。攻撃あるのに決めてやめた。
しかない。やれるわ。よし、綺麗だ。外さないわ。はぁ、叩きつける。氷の槍を決めてみると相手が止まらないが、状況が逆転したら敵はわずか。押し切るわよ。もう一踏ん張りだ。流星陣ダブルを振る。はい、当たれ。終わりだ。何かに使えそうだな。ここなら二滝できそうだな。問題なさそうな相手だ。決めてやる。光を貫け。どうになるわ。光を貫け。行けるぞ。リエンジン。これで終わりだ。どの調子で続けなさい。行けるぞ。致命傷になりかねない。それを防ぐのが行けるぞ。私の役目です。しまっちゃうよ。あっさり勝てたな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。どきなさい。マグナレイン。よし、盾も鎧も警護お願い。決めてやる。そんな相手は任せて。終わりだ。レンガルン。本に切るぜ。まれ、手間をかけさせない。倒れるだよ。天空ストレッポ。味方強。まだ出てるな。残りは俺に任せろ。もう、急に元気出てきたね。相手にならないわね。相手にしなきゃいいのに。向かってくるものはしょうがないでしょ。容赦しないわよ。終わりだ。ガリューセンス。行けぞ。これで終わりだ。シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。サクッと蹴散らしてやら。何をしてやら。ジョルハリーを食らえ。容赦を落下しろ。そこらしい。焦れ。こういう連結。いけつく氷の槍よ。しびれろ。フリーズローター。フラッシュ。この調子でいきましょう。確実についてる。なんか機嫌いいな。敵はいないようだな。邪魔よ。くらえ。当たれ。俺の変だな。やっと。止める。殴られ。やっと。決めて。精鋭力全開。いっけ。本気を出すまでもなかったな。
警戒しろ。なんさあ行くぞ。
治癒術を使いすぎたかしら。プルルがお腹すいたって。さっき腹を鳴らしてたのはお前だろ。農具に悪さしてたズーグルはこれで全部だな。はあ、よかった。おいおい、気持ちはわかるけどさすがにホッとしすぎじゃね。ん？ああ、そうか、そうだな。ああ、この調子でいこう。こたびも刺激的な旅であった。感じるぞ、窮した民の思いを。私たちの出番だね。今日は屋根の下で休めそうね。装備は見直したか。
こまでは無事につけたな。楽をさせてもらった。絶好調。明らかに他と違うな。一休みしないか。
武器に使えそうね。 目的地に着いたわよ。
さてな。感じるぞ、窮した民の思いを。おや、よっしゃ。行くぞ。今日は屋根の下で休めそう。
目的地に着いたわよ。やべえやべえやべえ。近づかせないよ。マジでないな。超連絡。自由の必要。よっしゃ。
回りに。出直すべきかもしれない。こたびも刺激的な旅であった。人がいるみたい。よし。あら。あら。うん。なんて。な。わかった。
いいわね。あの人嫌い。まあ私も苦手ではあるな。まあ、けれど本への愛情は本物だと思う。ディオハリマ、人を見る目はあるんだね。そんな、いや、おお、ちょっと、あら、なんて、うわ、こら、ちょっと、やっと着いた。装備は見直したか。あら？マジかよ。ちょっと。
こたびも刺激的な旅であった。フルル、フルルに反応あり。フルー。がいる。やっぱりさっきのは見つけたお礼だったみたい。同じ色同士で集まってるな。そういうものなのか。ダナフクロウの羽の色は成長の過程で精霊力の属性の影響で決まるんだ。だから同じ国にいた者同士で固まってるのかも。ってことはどの国で何羽見つけたかがなんとなくでもわかるってことだな。おう、また何か言い始めたわよ。これまで仲間を見つけたことへのお礼かな。いや、むしろもっと頑張れかな。女王の方は咎めてるみたいね。そんな無理強いすべきじゃないって。反論してるぞ。彼らに頼むしか道はないって感じか。だからこそ怒らせてはいけない。女王は心配してるみたい。フルル、フルル。頑張るから気にしないでかな。わかるの？まさか適当さ。なんとなくそんなことを言ってるのかなって想像しただけだ。でも多分そんなに間違ってないと思う。そんな気にしないでくれ。俺たちも余力でやってるだけなんだから。お、ありがとうかな。そうみたい。女王もね。フル、フルル。フルルも喜んでるみたいだ。よかったな、リーベル。ああ、うん、そうだね。
すごいな。振るったのはあなたよ。影を見誤った。本当にここなのか。荒れ放題じゃないか。ミハグサールの主婦ニーズ、そのはずだ。まるで人気がありませんね、建物も。ああ、人が住んでいる気配が感じられない。兵士、ダナ人、どちらも姿は見えないな。作りから察するにレナ人の区画のようではあるが。ねえ、縄文に描かれていた絵、あれ漆黒の翼の紋章だよ。ダナの昔話、フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった、間違いないよ。ダナの、そんなものが書いてあるってことは、つまり、うん、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。自力でスルドを倒したというのか。にわかに信じがたいが、この町の様子とは符合しているな。誰かいないか探してみよう。何があったのか聞けるかもしれない。